よろしくお願いします。はい、今回は、川口隆さんに、取材をさせていただきます。簡単な川口さんのプロフィールからお願いします。はい、僕は九州の熊本出身なんですけど、18まで高校地元行ってたんですけど、その後、思うことがあってアメリカのなんか西海岸のサンフランシスコっていう町の美大に行ったんですね。で、もともと別に何するってわけじゃなかったんですけど、まあ、絵を描くことを学んだらすごく自分に合ってるなと思って、まあ、そのまま美大4年大学卒業して、まあ、行くところは日本じゃなくてやっぱニューヨーク行きたくて、そのまま行ってしまって、でニューヨーク10年ぐらいは絵描きやってたんですけど、僕の時代っていうのはバブルっていうのがあって、それが見事に弾けて僕も弾け散った一人だったんですけど、まあ、つまり僕のギャラリーとかが倒産してしまって、まあ、売り場もなく、ギャラリーを持ったんですか？いや、僕はギャラリーと契約してたので、で、そこを経由して、アメリカの永住権とかも取ってたんですけど、まあ、アートの、なんていうかな、こう今までの潮流が変わって、あんましこの絵を売るとかっていうのも、どっちかというとそのパフォーマンスとかビデオとか写真とか、そういうのが90年代の初めぐらいからすごくこうメインストリームになっていって、なんか自分の絵描きとしてのこうスタンスっていうのがよくこう分かんなくなってきたんですよね。で、逆にその80年代は実は言うと、そのロバート・メイプルソープとか、はい、シンディ・シャーマンとか、そういう人たちが現代アートで認められてきて、いつの間にかその写真っていうのが現代アートの中でも、まあメインストリームとかまではいかないんですけど、普通にこうアートギャラリーで写真っていうのが見られるようになってたっていうのが、こうふと気づいたらいっぱい写真が周りにあったっていうことで、で僕はその絵描きをやってた経験があったんで、その逆にまあ絵のキュレーションっていうのも今まであんまチャレンジしたことなかった、そのあんま知らない世界の写真っていうので、なんかキュレーターみたいなことをし始めたんですね。たまたまなんですけど、でそれが特に日本の、前やったそのパルクギャラリーとかっていうところで、ほとんどニューヨークから持っていった賞を僕がやってたんですよ。あ、そうなんですか。95年か4年からかな。で同時に日本でも、まあ、ごめんさんたちも僕は活躍されてたんですけど、その新しい、世代っていうか、それこそその本間隆さんとか早苗さんとか出てきた頃だったんですけど、ちょうどその頃に、まあ僕はアメリカの方から、例えばナン・ゴールディンとかリチャード・プリンスとか、そういう人たちをパルコでやるっていうことをやり始めたんですね。でその中にブルース・デビッソンとかもいれば、それこそだからその大御所もいれば、中堅クラスもいれば、新人もいればっていう、で写真一言で言えばもう写真つながりだったんです。でそれを12年ぐらい続けたんですかね。そんな長いやつ。はい、もう40点なんかぐらいやったんで、でその 80% はもう写真展だったんですね。だからその頃に今度は、アメリカの出版社、ニューヨークの出版社のアパチャーっていうところがあって、でそこにも今度は逆に日本の写真家の企画を売ったんですよ。例えば本間隆さんの東京っていう本は、僕が編集した本だったし、だからその逆に今度は日本の作家たちをアメリカになんか紹介できないかなみたいな活動もし始めたんですけど、2011年の初めになぜだか東京に帰ってきてしまってでそれからはもう天名っていうところに就職して、はい、写真を、企業コレクションとして、まあ、珍しいんですけど、企業が写真を集めるっていうことで、それまでこう知り合ってきた日本の写真家たちとか、まだ知り合いにもなってなかったんですけど、自分が考える中日本の写真、うん
まあ、アート写真ですね、はい、コマーシャル写真というアート写真って呼ばれる分野でなんかこうコレクションを作ってくれっていうお仕事だったので、それを5年ぐらいやりましたね。でその後天野がもう一つのプロジェクトとしてプラチナプリントっていうのをやり始めたんで、はいはい、そこでの、まあ、アーティストのセクションとかディレクションを1年半くらいやって、でその後今現在ですね、はい、京都の便利堂っていうところがホロタイプをやってるってことで、はい、まあそのプラチナプリントも少しはつながりあるんですけど、まあどちらかというとその京都の100年以上もやってるホロタイプっていうのにすごく魅力を感じて、まあなんかこう新しい今までの経験とかそのコネクションとか自分のこう一応知識とかを使ってなんか展開できないかなと思って現在に至ります。便利堂さんっていうのはもうかなり歴史は古い。そうですね、創業今年ちょうど130周年なんですけど、だから1887年ですね。でコロタイプ始めたのは1905年なんで、すでにコロタイプの歴史だけでも112年経ってるんです。便利堂ってのはもともと便利堂という名前なんですか？そうです、もう創業から屋号が便利堂っていう名前で、まあ、もちろん明治の頃の話だから便利っていうこと自体も、まあ、ちょっとハイカラな名前だったんだと僕は思うんですけど、まあ、その辺の由来に関しては全然分かってなくて、ただ有名な話は中村さんっていう人がその創業者なんですけど、京都でやはりそういう出版とか印刷に関してはすごくこう有名な新星として知られてて、で文化でもすごく高かったりとかして、あと魯山人、はい、魯山人とすごく、何代目か分からないんですけど、中村さん の, そのご子息の一人がその便利堂の社長をやられた時に魯山人とすごい仲良くって、魯山人 の, その始めた美食クラブっていうのを郷土出資という形、はい、というかもう便利堂が多分 ほぼほぼフルスポンサーとして始めたりもしたので、京都ではまあ、知る人ぞ知るどころかかなり有名な会社だとは思いますけど、僕は、まあ、まだ便利堂入って1年も経ってないぐらいなんで、ちょっと歴史的なことはあんまよくわからないですけど、コロタイプ印刷について、はい、僕も印刷というと変じゃいけない、そうですね、それいいんですけどね、コロタイプっていうのは僕も本当に入る前まで、名前は聞いたことがあるけど何だっけっていう、だからカロタイプとか、そうですね、そっちと勘違いしてたぐらいだったんで、うん、コロタイプっていうのは1855年フランスで発明された写真を例えば印刷物にするっていうのに一番優れた技法なんですけど、基本的にはこういうことなんですね。ジェラチンっていうのはもちろん銀塩にもジェラチン使いますけど、ゼラチン、まあどっちでもいいですけど、ニカワなんですね。でそれっていうのは露光をすると硬くなる、その露光された部分が硬くなるんで、露光されない部分は柔らかく残るっていうことで、その凹凸を利用して、版を作るわけですね。でそれがコロタイプの場合はゼラチンを塗りつけるのがガラスなんですよ。で便利堂で使っているのは1センチ幅のガラスを使ってて、でそれはもう昔から18世紀からずっと同じ技術らしいんですけど、そのゼラチンと要するにこう、観光剤ですね、それを混ぜたものを、ガラスの上にこう焼き付けるというか、それで、プレートを作って、その上にこうネガを、密着させて、1分間ぐらいこの光に露光させることで、写真っていうか製版ですね、でできる。でそれをこう印刷というよりは版画、印刷でもあり版画、そうですね。プレートは1回につき1インクしか使えないので、例えば多色刷りっていうのも昔ながらのその色のセパレーション、版をその分けて、例えばオレンジを作りたかったら赤と黄色を何にプレートでやるとか、緑を作ったら青と黄色とか、そういう、昔ながらのやり方なんですけど、全てもう職人さんの勘だけでやってるんですよ。コンピューターも一応ネガとかは使うんですけど、最終的な版
てかあの印刷媒工程を全て職人さんの勘だけでやってるんで。何人ぐらいのチームでやってるんですか？今工房だけで18人います。で、印刷するところが8人ですかね。版を作るのに18人？版作るのが4人いまして、で、その人たちは一切印刷にかからないですね。で、印刷の人たちがまず8人ぐらいいて、そのうちのまあ数名がマスターって呼ばれる人たちで、8年以上の経験者で、その人たちがまあ、僕が持ってくるその自社企画の、プリントは全部彼らがやってくれる。だからあるレベルの人たちでしかやれないようなプリントですね。ということは、あともう一個言ったのは、もうそのコロタイプ自体がほぼほぼ世界、昔は例えば19世紀の終わりとか20世紀の初めぐらいはコロタイプはすごい世界中でその印刷媒体として一番あのもてはやされてたので、いっぱいコロタイプ工房あったんですけど、あのオフセットっていうのが出た1930年、それが出たために、まあ安くて早くてたくさん刷れるということで、だんだんそのコロタイプが廃れていったんです。で、唯一そのどんどん廃れていって、今ヨーロッパもアメリカもほぼほぼない状態になっているくらいまで来て、で最後に生き残っているのが京都のその便利道、日本ではもちろんそこでしかないってことなので、コロタイプって言えばもう英語で弾いても便利道って出てくるぐらいなんです。ああ、そうなんですね。はい、それくらい希少性が高いっていうか。で、写真の技法とかはまあ学校でも学ぶし、コロタイプっていうのは必ず出てくるんですけど、今そのデジタルっていうのをある程度もう、やり尽くしちゃったっていうところはないのかもしれないけど、それに飽きちゃったとか、もうちょっと違う、手法とかをこう模索している人たちからすると、そのプロタイプっていうのがすごくこう新鮮に見えるんでしょうね。要するにダゲレオタイプほど大変でもないし、ただしその機材とかその印刷のプレスとかが絶対必要なんで、だからニーズは実はすごく増えてます。あ、そうなんですか。外国から特にやってほしいと、僕の作品をってコロタイプ作ってくれる、ほぼもう本当に毎週のように誰かからオファーが来ますけどね。アワードもベンディドさんでやられてます。アワードも今年で4年目なんですけど、これはもちろんそのコロタイプっていうのを知ってもらう、広める、あと実際にその受賞者は京都の便利堂に2週間滞在して作品を作りますんで、実際のそのコロタイプっていうのを自分で作れるっていう最大のメリットがあって、応募者が年々やっぱ右肩上がりで増えてまして、今年が440人ぐらいの応募者で、 80% 以上は外国の人でしたね。はい、それも世界中から、はい、ヨーロッパ、アメリカだけじゃなくて南米からとか、いろんな中国からも。このような言い方ちょっと失礼なんですけど、はい、そういうこう衰えていった技術というものが、なぜ便利堂さんは今の現代でも盛んにこうどんどん見方が上がっていくっていう。ですね、まず生き残ってること自体がどうやって生き残ってるかっていうことを説明しますと、はい、まあ単刀直入に言うと、まずは便利堂が京都であるっていう、その京都であるっていう理由は、お寺と神社があるっていうのがすごく大きい。で、なぜかというと、そのお寺さんはそのまあそのオフセットとかよりはもちろんクオリティは高いわけですよ。つまり、印刷と言いながらも、オフセットとコロタイプの最大の違いは、オフセットが網点印刷である、はい、でコロタイプは写真印刷なので網点がないんですね。つまり写真に限りなく近いんです、うん、っていうか、はっきり言って写真といいミスでもいいんですけど、はい、その違いのクオリティを、そういうあの寺神社の方々が、うん、まあどのくらい分かってやってあのオーダーしてくださってるのか分からないですけど、基本的にはその和紙を使うんですね、はい、便利と。でそこにその写真なりそのコロタイプインクっていうのを使うことで、すごくこうまあ見た目にもすごくやっぱいいなと、こう、うん、オフセットとコロタイプを比べると大体もうこっちが確実にいいですよねっていう、でそのくらいはやっぱしこう分かるんですね、人の目って。だから
それがあったために京都は、のべね堂はまず仕事があったっていうこと、ね、うん、仕事が継続的にずっとあったっていうことですね。まあそれはすごく重要なこと。もし仕事がなければ当然もうとっくの昔に閉まってたはずだけど、基本的にはそのビジネスでべね堂はずっと継続してやってきた。で僕が入ったのが今年 の2017年の初めだったんですけど、まあ、少しずつ今の社長鈴木っていうんですけど、社長がそもそも彼も好きで、プロボーク森山さんたちのやったプロボークのシリーズをもうすでに作ってたんですよね。作ってるか途中で僕が入ったんですよ。でその噂も聞いてたんで、なんか面白いことをやってでやりそうな会社じゃないかなぐらいで、川内さんが持ってった企画じゃないです。あれは僕全く僕はほぼ関係してないんですよ。僕はそのプロボークの後からですね、後っていうのは、その上田商事だったりとか、まあもちろんこのソーライダーと外国の写真家をどんどんこう起用し始めたの僕なんで、今回のソーライダーはのことにしてちょっとお話ししたいんですけど、それまあ初めのいきさつというかそのあったりか、うん、どうしてそういうライター、そうですね、まあもちろん皆さんご存知の通り、今年の春、4月の終わりぐらいからだったんですけど、文化村、ミュージアムでですね、そのライターの、まあ、日本でっていうか東洋で初めての大回顧展っていうのが行われて、もちろん主催者もその企画がもうそのソーライターが本当に日本でやって受けるのかっていうところから始まってるんですね。つまり本も日本で出てるわけじゃなくて、唯一主体でるから出てたそのアリカラとモノクロの写真集2冊ぐらいですよ。それもモノクロの方も両方ともアリカラもすごく高いし、一般的にそんなに買えるような本でもなかったんで、でもまあソーライターっていう名前はその写真集好き写真好きの人たちをもうすでにある程度知ってたんですね。でこういう作家だっていうことでもう亡くなってるっていうことも知ってて、でも蓋を開けてみるまで分かんなかったんですけど、ソーライターは2013年の11月に亡くなってるんで本人はもちろん来なかったんで来れるわけがないんですけど、財団、そのソーライターの財団、夫婦でやってるんですけど、そのうちの2人とも日本にその招待っていう形で来てくれたんですね。でソーライターのその展覧会の仕込みっていうか、その展示の前にまず東京を素通りして京都まで来てくれたんですよ。あ、そうなんですか。はい。でなぜかっていうと、どうしても京都でその便利堂の工房見てほしいって言ったら、展覧会の後はもうすぐにアメリカに帰るんで、もちろん便利堂に来たいだけじゃなくて京都に来たいっていうのもあったんでその抱き合わせで来ないって言ったらすぐ来てくれて、で便利堂の工房に来て、まあ、これは僕もそうだったんですけど、工房、便利堂の京都の工房に行くと、まあびっくりするわけですよ。でこんなことを今の時代でやってるのみたいな。でそのただ呆れる方じゃなくて逆に感動するんですね、うん、やはりこの日本の職人芸っていうのが本当にこう写真の業界であんましそういうのって見られないの で世界でやっぱりここだけかっていう重みもすごく感じるんです、うん、でそれをやっぱり僕が感じたのと同じ、それ以上に彼らは感動してくれて、でその前に実は言うともう、文化村用のデータっていうのがあるんですね、デジタル、はい、要するにポスター作ったりとか、はい、それ用のデータがあったので、うん、3点ぐらいテストさせてくれって言ったんですよ、来る前に、うん、あ、そうなんですか。だからデータをだからもうコロタイプで作らせてって言ったんです、うん、そしたら OK って言ってくれたんで、で来た段階でもしダメだったらもうダメでいいですってこう逆に言ったんですね、うん、でそのうち作ったのがこれ、そのうちの1点がこれなんですよ。これはアーリーカラーっていうその本の表紙だったんですけど、うん、これが要するに彼らのお眼鏡にかなうかどうかの一応試験だったんですけど、そのうちの1点がここにも飾ってあって、あちょっと前の段階に戻ってありますけど、はいはい、もともとはこのネガをから版に焼き付けるわけですよね、うん、そうです。データの場合も同じネガをやっぱ作るんですね、データから。
データから必ずネガを作んなくて、版に焼き付けられないんで、あのアマナのやるトランチダープリントは、機械で直接いますけど、そこのプロセスは必ずネガを作ります。あ、じゃあデジタルからネガを作って、すべてネガを作ります。あ、そういうことなんですか。はいはい、100% サイズのネガを作って、ガラスもこれより一回りぐらい大きいのに、うん、その、このソーライターのイメージとかを焼き付けるんですね。だから必ずネガを作るんですよ。じゃあちょっと話をまた戻すと、で作って3点作ります。そのうちの1点これだったんですけど、うん、工房を見た後に3点、紙を2種類、和紙の違う種類を並べて、もうこちらは何も言わずにとにかく見てほしかったんで、あの無言のまま5分ぐらいずっと見てくれて、うん、でまあ、にっこり笑ってくれたんですね。つまりこういいんじゃないっていうことで、うん、でそこからはすごく話が早くって、あのでも僕らのリクエストあんましこう有名なやつとか展覧会で使われたやつはちょっとあんまやりたくないかな、うん、なぜかっていうと、まあ、複製、じゃんみたいな感じ、うん、それはソウルライター自身ももし生きてたらあんま喜ばなかったかもなっていう提案をしたら、確かにって言ってもらって、それで、ちょっとじゃあしばらく考えさせてくれと先方は言われたので、で1ヶ月ぐらいちょっと時間があってダメなのかななんて思ってたら、実を言うとっていう話になって、40点ぐらい、はい、ソウルライターが生前に選んだ作品があると言ったんですね。でそれ今まで一枚も焼かれたこともなく、何のために選んでたんですかね。もう自分が亡くなるのはなんとなく予期してたみたいで、あの DVD にも結構なんかその部屋を全部掃除してみてるな。そうですね、もう片付けて、うん、一応こう自分の亡くなるっていうのを、うん、なんとなく前提でいろいろ整理してたところもあるみたいで、まあそこまで生々しくないんでしょうけど、その彼のプリントを焼いてる、シープリントを焼いてデジタルシープリントを焼いてるラモントっていうすごくニューヨークでは一番有名なデジタルプリントスタジオがあるんですけど、そこのオーナーの方に託してたんですね、全てのこう、つまり、これは全て50年代に撮られてるカラースライドなんで、ポジなんで、そのポジを預けてあったんですね、ある程度のボリュームで、何百枚なのか何千枚なのか分かんないですけど、その中でやはりもちろん全部が使えるわけではなくって、ね、当然作家がそのうち選んだものっていうのが最初作品に残るっていうことなんで、はい、それのうちにこう何枚選んだかは知らないです、何枚選んだかは知らないけれど、少なくとも僕らにその選んだものがあるので、これはソウルが選んだものだからって言われて、でそれもプラス、文化村でもどこでも使われてないものばっかりでやると、はあ、でじゃあどういうものかいなっていう感じで送ってもらったのがその40枚であって、うん、でそこからどうしようって話になった時に、僕はポートフォリオを作りたいんで、まあ、8点から12点のセットで出せればいいんじゃないかなって言ったんですね。そしたらそれはいいアイデアだから、じゃああなた選んでくださいって言われたので、僕と、まあ、ベネドンの僕のスタッフ何人かで集まって、じゃあ選びましょうってことで選んだのがこの8点ですね。全部40何点なんだ。正確に言ったら44点ありましたね。あ、そう。でまあ割とやはりそのもちろん今まで漏れてたってことは少し理由があって、うん、はい、やはり似た構図とかかなりその展覧会に使われたものとも似てものがあったりとか、うん、その辺はどんどん外しました、逆に。あ、うん、逆にあんま使われてなくてあんま目新しさがあった方がいいと思ったし、なんかすごくプリント的なクオリティっていうよりもこのソウルライターらしさっていうのが出るような、例えば、まあ、あそこにはこのまま見たんですけど、あんましその写真としてのクオリティは、うん、赤いやつとかそんなに僕はいいとは思わなかったんですけど、うん、すごいこう潰れてるし、うん、ただそこにあったのがそのソウルライターの指紋が真ん中にドンってあるっていうのがすごくシンボリックで良かったんで、うん、最初みんなから反対されたんですね。写真業界こんなの結構没写真だから絶対使わない方がいいと思うよって言われたんですけど、言われれば言われるほど逆にこれはいいかもって思い始めて、うん、あえて
あの傘の赤いやつとか、まあ、入れたりとか、まあ、あとはもう本当に、まあ、典型的にソウルライターって言われるような写真も当然入れてはあるんですけど、例えばあの雪の写真とか、はい、上から見てるああいう、あの、あと窓ガラスの濡れた窓ガラスを通したあの辺はもちろん入れたんですけど、まあ、その他は割と珍しいというか、あんまこうソウルライターって言えばソウルライターなんですけど、あんましこうあの一般的に言ったらポピュラーじゃないような感じを入れました。あんまその人気のあるものよりもちょっとハッとさせるような、うんうん、ものじゃないと僕がちょっとつまんないかなと思ったんで、この8点で、タイトルはもう簡単でした。もう全てニューヨーク1950年で撮られたカラー写真だったんで、あのこのタイトルでいこうっていうことで財団もすごく納得してくれて、で作り始めたのが7月の終わりぐらいだったんですけど、出来上がったのがその11月のパリフォトが、11月2週目からだったんですけど、それに間に合わせるためだったんで、ほぼほぼ3ヶ月かかって、今年初めてなんかベニゾさんが、そうですね、なんか本当はパリフォトって最初 2、3年、申請し続けて大体断られてやっと4年目ぐらいに入るんですけど、はい、なぜだか1年目でいきなり受かったんで、はい、参加することにしました。で、まあすごく良かったのはやっぱパリフォト今年はとにかくやはり今年はというか今やっぱソウルライター自体がすごく知名度が世界的にも上がってるんで、やはり今回のブース自分たちが出したブースでもやっぱソウルライターの方が圧倒的に人気で手応えを感じましたけどね。彼の写真についてですけど、この間のギャラリートークで、縦位置がすごい大きくて、はい、なんか日本の浮世絵に影響を受けて、とかっていうのがこのサイズなんですけど、そうですね、あのそれが全部だとは僕は思えないです、うん、あのそもそも、まあ小見さんも写真家ですから分かると思うんですけど、写真家の癖っていうのが絶対あって、特に縦位置のカメラっていうのはなかなか特殊な、あえてそうしないと、普通だったらまあ産後だったら横位置っていうのが当然カメラってそう作られてるはずだし、特にスナップシューティングの場合は横位置が自然だと思うんですけど、あの彼のそのファッションのアサインメントとかファッション誌のやっぱり全部ほとんど縦位置なんですね。そうですね。ということはなんかそこに意図があるわけですよ。その癖以上に多分彼の好みの構図、じゃあその構図ってどこから来てくるんだろうって思った時に、やっぱりその彼の大好きなその日本のその広重とか、あとまああとフランスの画家のそのボナールっていうナビ派っていうんですけど、日本のそのやっぱ浮世絵とか掛け軸に影響を受けてる、だからそれは案外的を得てんじゃないかなっていう、もちろん僕はソウルに会ったこともないし確認したこともないんですけど、映画とかその彼の周辺にいた人に話聞くと、まあ間違いなく それは当たってるだろう、全てはではないけれど、であとそのですね、窓とやっぱ上から覗き込むっていう構造した時にこう道がこう下から上まで結構縦位置だといっぱい映るっていう、旅行よりもそういうのもすごくあるし、ね、とにかくこの8点を見る限りでやっぱし縦位置で生きる写真だと僕は思うんですね、うん、ソウルライターっていう人だから、うん、なんかその日本の影響はまああったのではないだろうかっていうことがまず一つと、もう一つ言えるのはやはり彼的にスタイルを作りたかったんじゃないかなと思ってるんですよ。つまり他の人たちがやらないことを彼はやらないと生き延びられない世界なの、特にコマーシャルの仕事とか、うん、でその雑誌の仕事を見てると、やはりもう雑誌って基本的にファッション誌は縦位置なんで、なるべくのトリミングされないように、ページのレイアウトにも使いやすいように、喉っていうかそのに被らないようにっていうことを考えると、まあ合理的に考えると縦位置の方が、あのアートディレクターからバッサリなんか切られたりすることもない可能性もあるわけだし、まあそれは推測の域でしかないですけど、
うん、それもあったのかもなっていうくらいです、ね、DVD 見てるともうあの年になってまで全部立てて、ね、そう、重たいデジタルカメラ持って首にかけてんだけど撮る時の後はあえて縦位置にしてで構えてる時からずっと縦位置なんですよ、うん、あの被写体を見てカメラをこうやって動かせなくてもすでに縦にしてるのでもうあれは彼の癖っていうかもう自分はもうそうあの世の中をそう見てるんだろうなとカメラ写真家的な目で 見てるんだろうなそれが縦位置であるっていうことだと思うんですけどね僕らなんかやっぱ仕事でやってる場合とかファッション写真は特にさっきも言って縦位置撮ってるんで、うん、なんかカメラ持って外撮ってると初め縦にしますよねなんか本当ですか、うん、でもそれはどうなんですか普通じゃないんでしょいやもうなんか慣れちゃってるわけですよ僕なんか特に、うん、あのファッション誌が多かった広告の場合はあのポスターの場合って横位置だから、うんまあ、66のフォーマットで撮ってデザイナーが切りやすいんですけどファッションの場合って全部縦でだから出るとなんです、ね、こう構えるのは縦になってるんですよ、ねうんうん、じゃあそこですよやはりもう職業的な癖だと思うでも逆にじゃあみんな どのファッション写真家もそうだって言ったらそうじゃないじゃないですかそうですよね、うん、だからそのやはりに人間には右利きと左利きがいるってのと同じでその縦位置目線の写真家と横位置の人っていうのは確実にいるんだろうなと思いますけどね、うん、色彩についてはどうですかね色彩ここがなかなかそう色彩みんな縦位置とかそういうのがとかその雨とかとか色彩についてあんまし揃えてそんなにみんなが語らないところでもあるんですけど、うん、僕はもう彼の色彩は素晴らしいなと思うんですね、うん、なんかフィルターをかけてるわけでもないのに、うん、このソウルライターカラーって言ったらちょっと不思議なんですけどでも何かの操作をしてるわけでもないのに、ある一貫性があるんですよ、うん、色に関してはでこのアウトテイクっぽいこの44枚ももうソウルライターだよねっていう一個一個がそれは構図もなんですけどやっぱり色なんですよね、うん独特のこうミュートした色っていうんですかね、うん、あんまシャープな色じゃないですよ。そうですね、なんかねこうちょっとやっぱ寝ぼけた色っていうか、でそれがまたいいあの彼の写真のキャラクターになってる。あと時々ドキッとするぐらいこうあの原色っていうか、はい、赤とかすってこうあのそのミュートした色の中に入れてくるわけですね。その辺がファッションで培ったセンスなのかもともと彼が絵描きだったっていうセンスなのかわかんないですけど、ソウルライターっていう人はもう一つ評価してほしいところやっぱその色に関するセンスがあの割と結構ズバ抜けてるとこまでは極端じゃないですけどすごくいい感性を持ってると僕は思います。これもまた DVD の話なんですけども彼はだからもう常に僕はいろんなことを考えているって言ってますよ。でも、うん、それは絵の時であって写真の場合はそうですね、そうですね。ただし同一人物なわけですよ。そうですよね、写真絵の時は当然考える時間もあるし、うん、そういう媒体表現媒体ですけど同じ思考を持ってそういう人たちが写真を撮った時どうなるかっていうのはソウルライターがちゃんと証明してくれてるっていう、うん、僕は思うには写真の場合印象派で絵の時ナビ派になってあなんかなるほど、ね、そういう転換インスピレーションの写真ってなんかそれはでも面白い視点ですね、うんうん、それは結構今ハッとしましたけど結構当たってるかもしれない当たってそうですありがとうございますその印象画っていうのが結構写真っぽいっていうのは、うんうね、モネのやっぱそういうキラキラしたそうです、ね、あのハーレーションとかを、ね、写真って結構そうそれはすごく当たってるような気がしますね、うんやっぱナビ派の場合ってやっぱこう秩序に基づいたカラーあのスキームの上でやった彼の絵っていうのはこうそれはナビ派だけど写真の場合って本当になんか印象がそうですねやっぱ本当に印象っていう感じがするし、ねうん、その色をあえてちょっと変な色にするじゃないですかそうですねだからその極端やはりそれって今までのその伝統画法からあの違うものを作りたいっていう、うん、やっぱその野心に満ちた連中、うん、つまりそれが
ゴーギャンだったりとか、うん、モネだったりとか、ゴッホだったりするわけで、うん、やっぱそれは実を言うと考えてみればカメラとかでできる技術よね、うん、当然その時代のカメラっていうのはまずカラーっていうのがないのでそこのカラーの部分をごっそりあの印象家の人たちがやってただけで、実を言うと彼らがカメラあのカラー写真があったらものすごい面白い、うん、印象家っぽいような写真撮ってたのはもう予想つきますね、分かりやすいですね。モネとかに写真撮られたらすごいすごいなんかもうピンクのとか写真撮ってたんだろうなとか、うん、思います。ガーリーフォトみたいな、そうガーリーでオフあのフォーカスも緩めてみたいな、そうそう、いや間違いないですよ本当に写真、うん、そう考えてみると印象がないっていうのはすごく写真の技術が、うん、なんかそのまま、うんうん、絵にこうかぶさってる感じはしますね。確かに。でこれでもう一つ、そのやっぱり、うん、同じ年ということ、まあ、時代性がアベドンとちょっとこう比較すると、うん、どうなんですかね、やっぱしその時代になんか同じが出ちゃったっていうことなんですか。そうですね、僕がねアベドンとソルライトを比べるっていうのにどのくらいなんかこうなんていうか信憑性がある話ができるかはちょっと自信ないんですけど、うん、そのアベドン彼らの世代って結構ほらやっぱし一番お金になるのってファッション誌だったじゃないですか、うん、でそのファッション誌で競い合うっていうのがすごくこうあって、うん、特にアベドンなんかまだすごい若かったけどもやっぱもう いきなりこうスター扱いで、ソウルってやっぱそれに比べて二流ですよ、うん、僕今でも思ってるですね、うん、だからアベドンとかそのクラスからすると写真もし写真だけで食ってたら多分ソウルはずっと二流写真家、うん、でそれはどこかっていってやっぱそのアベドンはやっぱしこうバランスといい、その、なんていうかな、もう写真でしかできない圧倒的な何かを知り尽くしているところがあって、そのイディオムっていうか、その、ね、いろんなこう振りができるんですよね。こう、まあ、自給術もだけど、いろんなこう振りっていうか、こう、振り幅が広い。うん、だから、その、あと知的である、すごく写真が。だから、そこ、アイデアだけじゃなくて、そこの技術もあるもんだから、やっぱアベドンとかが同時代に やりにくいでしょうね。つまり他の写真家たちからするとこうもうジェラシーっていうか、うん、でロバート・フランクもやっぱ同世代ですよね、うん、そうでフランクも実を言うと当然雑誌で仕事して、うん、ジュニア・バザーっていうところで仕事してたりとか、はい、食っていくためにはどうしても雑誌の仕事をしないとっていうこと で彼らはやっぱりそのでも根っこはねライフとかああいうなんかねやっぱああいうタイムとかドキュメンタリーやりたいんですよ。やっぱりその写真家のかっこいいって言ったら、うん、ファッションじゃなくて実はそっちが本当にこうユージン・スミスとかなんかそういう感じ、うんね、でもやはりそのロバートはだからそっちだったんですね。結局ファッション写真に全然行かなかったし、うんところがアベドンはすごくこうなんていうかなやっぱ時代を読む力が強くて、あの商業写真っていうよりもやっぱ自分の好きな写真っていうのはこういう写真っていうのがたまたまその商業写真のフィールドにいっぱいあった、そこにちょうど時代マッチしたとかっていうことですかね、うんうん、あといい人に恵まれたってことですね、まあ、そうですね、うん、やっぱしそうですね、やっぱあとディレクターから何かすごいこうアベドンサポーターがいっぱいいたし、それね彼らを説得するぐらいのその才能と技量とやっぱそのアイディアあったっていう。でもソルライターはねやっぱし今ここの展示してあるハーパーズ見てもスタイルもすごく一辺倒だし色も一辺倒だしモデルのその表情とかも狙いもほぼほぼ一辺倒なんですよ残念ながら。だからちょっと自分でも感じてたんじゃないかな、飽きられるのが早いって。あアベドンほど振り幅も広くないし、うん、自分が不器用なもん分だけ、うん、多分飽きられるのも早いかもってなんか気づいてたんじゃないかなと思うんですよ。でこれは多分そんな間違った話じゃないと、僕も絵描きだったからなんか気分として分かるんですよね。
それは結構当たってますね、うん、で結局逃げちゃうんですよ。だから自分は絵描きだしっていうような方に、あ、そっちに逃げちゃう、うん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 、自分としてはやっぱりそっちの絵描きの部分のが、うん、やっぱ才能がそこまでない分だけどうにか生きていくためになんか自分に言い訳を作らなくちゃいけないんですいや本当ですよ、本当これはもうなんかね、その亡くなった後だからこれぐちゃぐちゃ言ってもしょうがないんですけど、僕はあながち間違ってないと思います、うんうん、だからそのソウルライターをすごく崇高とかなんかもう最高レベルの写真家とかって僕は思ってないんですよ、どっかで、うん、でもなんか、ソウルライターみたいなスタイルを持った人はあんまいなかったかな。そうですね、うんうん、そこですね、うん、で実際ソウルライターって人は何ですかね、その80年の半ば、要するに55歳ぐらいだったんですけど、パッタリと辞めちゃうんですよ、商業写真家としてそのキャリア、もうほんとそれ以降はほとんど撮ってないんで、雑誌とか広告は。でも自分のプライベート写真はいっぱい撮ってるんですね、映画の中でも出てきたような写真を撮ること自体は好きだったはずなんですよ。ただし、それがお金に変えるってことになると上手じゃなかったという、上手じゃなかったっていうか、まあ正直者、そうですよね、うん、すごく正直な人なんだ。僕なんか見てるとやっぱしこうなんか優しすぎるっていうか、そう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 、センシティブで、そういう業界のそういうのにも揉まれて、うん、ってないっていう、疲れちゃった疲れちゃって、うん、だからここは自分のいる世界じゃないなって思っちゃったんでしょうね。だからもう自分の家で絵描いて近所の写真撮って別に誰に発表するわけでもなくっていうような人生を選んじゃったっていうか、うん、だってそれが40年ぐらい続いたんですからね、あ、30年か、35年ぐらい、でもそういう人生を選んじゃった人なんですでもね、今からするとそれが逆にソウルライターのストーリーとしてみんながたの、あの、うんうん、それを受け入れてソウルライターってすごいっていうことが、彼が選んだその道が、彼が生きてた頃はだってほとんど誰もソウルライター、あ、誰みたいな感じだったんだけど、結局映画になって写真集ができて映画になって、その後あと日本でもなんか送られて、そうすると奇跡の人とかそういう前振りで紹介されるじゃないですか。だからそれは別にソウルライターじゃなくても結構そのもう一人ビビアン・マイヤーとかもいましたし、時々そういう人たちがポッているんですよね、写真家は特に人知れず撮ってたっていう、それがすごくこう奇跡的に良かったとか、なんかそういうキャッチフレーズだと思う。でも彼らは別にそれ狙ってたわけでも何でもなくって、たまたまですよ、たまたま。まあ僕なんか色合いから見て、うん、アメリカでそう受けるような色合いじゃないですよね。ヨーロッパですね。それか日本人。そうですよね。なんかこう独特の抑えたミュートした色だったりとか、うん、その要するにブロックって僕ら呼んでるんですけど、前をこうカバーしてこう隙間からなんか見える、その、うん、要するに障子の隙間とか、なんか日本の家屋から外を見るような風景とか、そういうのをちょっと思わせてくれるんですよね、うん、その中でこうニュアンスを感じる写真っていうか、うん、そことかは、うん、なんか曖昧さがなんかアメリカ人って、いや僕はアメリカじゃないんですけど、やっぱりはっきりしてませんか、日本人の、うん、そうですね、色合いから、そうですね、なんかさっきみたいに不器用なんで、そもそもだ、この人は。で撮れるスタイルとか色とかもう大好きなものっていうの決まってるんですよ。だから幅がすごく大きくない、広くないので、そのもう撮りたいものっていうのは かなり決まってるはずなんですよ。道、同じ道を歩いても大体もう撮るところも決まってて、その色も大体こう好きな色とか、ワンポイントの赤とかっていうのを必ずどっかに入れるとかっていうのはもう自分の癖とか感覚で分かってるんでしょうね、きっと。ここまでだってスタイルがだんだん似てきてるっていうか、そうもう撮れ、もうこの人はもうカメラを持ったら大体撮ってくるものが大体決まる。上がりが見えてる。そうですね。だからそういう意味ではすごくこう不器用で、もう本当にこう
なんていうかな、ある意味こう使いにくいじゃないですか。そうですよね。だって、まあ、見当たる差がないんですよ。特にファッション写真、ファッション写真だともうつまんないから、もう おじちゃんいいよっていう話になっちゃうので。いや、これ最後なんですけど、今ラティーグの、うん、そうですね、やられてるっていう。そうですね、あのラティーグ、まあ、あのアンリ・ジャッキー・ラルティーグっていう、まあ、もちろん ラルティーグっていう人をご存知だ、はい、ない人にちょっと簡単に言うと、はい、ラルティーグも実言うとちょっとソウルライターっぽい、つまりは、うん、でちょっとあの二流っていう言い方はちょっと失礼かもしれないけど、まあ一生アマチュア写真家だったわけですあの8歳の時に、まあお金持ちの、ご子息だったんですけど、ほとんど一生働いたこともなくって、で自分は何あのラルティーグさん何してるんです、何なさってるんですかって、ね、僕は絵描きですと一生言ってたぐらいなんで、写真家っていう自覚、一生絵描きと言ってた、ほぼほぼほぼデビューしあの写真家としてカメラマンだったら一切言ってない、言ってないです、自分は絵描きだと。え、ソウルライターはどっちしたんですかね、晩年というか。ソウルライターは写真も絵も描いてますぐらいじゃないですか。そういう、うん、でもラルティーグはね、これ有名な話なんですけど、写真家として自分を見てないんですよね、はあ、自分の日記に挿絵っていうのか、それ使うための写真を撮ってたっていうので、記録写真、はあ、自分の日記写真だから、プロのカメラマンたち全然自分も、うん、自覚してないし、人にもあの自分カメラマンだって言ってないんです。で、ずっと絵が、でも絵下手くそで、残念ながら。でもイラストとか可愛いじゃないですか。イラスト可愛いんですけど、売れるような絵じゃないんですよ。あの、お金持ちの集団でちょっとで買ってもらった、あれはあるかもしれないけど、ほとんど働かなくてもいい人生。でも逆にその優雅さっていうか、一般庶民みたいな、この働いてみたいな、あとその、あ、子供作ってなんか家族築いてとか、そういうなんかあの下世話のないとかほぼない分だけ、彼のは自分の人生のそう優雅な一生をその日記の延長として写真として残したわけですよね。それが例えばあのニューヨーク63、4歳になった時にたまたま見せた人が、ギャラリーの人がそのニューヨークの近代美術館のジョン・シャーカスキーが知り合いで、ちょっと面白いフランス人のおじさんいるんだけど写真見てみないとかって言われて、で見せたらこの人誰みたいな話になって、でもじゃあのうちの美術館で個展やんないみたいな話にトントン拍子で決まったらしいんです。でそこでデビューが実は言うとその近代美術館、要するにモマですモマで個展ですよ。それも写真家としての自覚も全くない子供みたいな、あのその純粋な人がいきなりニューヨークでデビューで、英語もほとんど喋れない人だったから、インタビュー受けても全然分かんなくって、でそしたらそういうのがなんかさっき出てたそのアベドンが反応して、その7年後にあのダイアログセンチュリーっていう、うん、あの世紀の日記っていうタイトルで金色の豪華ジャケットで出したら、それが今度一気にファッション業界でもう大当たりして、ラルティーグっていう名前がこう不動のものになった。要するにそこにやっぱしアメリカ その商業写真家たちの、なぜかというとラルティーグって結構ファッション写真じゃないけど、その上流階級 その女性たちとか、あのもう普通に別にファッションモデルじゃないんだけど、もうお金持ちの人たちの一番そのココシャネルとかなんかその着てるのを、あのモデルじゃない普通の人たちなんだけど、すごくこう綺麗な人たちいっぱい撮ってるもんだから、それからもう本当にタイムマシンじゃないけど、こうあの1920年代とか30年代に撮ったものが40年の時間を飛び越えていきなりこうやって見せられて、そしたらもうファッション写真家たちが驚くわけですよ。なんですかこれみたいな。だからそういうのがラルティーグに関してもこう奇跡が起こってしまって、で、まあ、まあ話を伝統に戻すと、なんかこう僕はそのラルティーグって言ったらやっぱモノクロのジャンプしたりとか、そのスポーツレースカーとかそういうのがすごく有名で、僕はもちろん好きなんですけど、
あのその数年前に出たあの、ライフインカラーっていう、うん、のラーティーグ あのカラーだけに絞った写真集っていうのが出て、はい、これだと思ったんですね、うん、なんかこう感覚的に。でベニドで働き始めてラーティーグのカラーやりたいなみたいな、カラーをこう日本のこう和紙みたいなです、うん、焼けると面白いだろうなと思って、そしたらそのラーティーグじゃあ誰に相談すればいいんだろうって言った時に本当に偶然だったんですけど、そのこの文化村の展覧会のコーディネーターをやる佐藤正子さんがいらっしゃって、佐藤さんがラーティーグも展覧会で一緒にやってるのよって言うから、そしたらなんかあのとか言って、ね、ライターも今動いてるんですけど、あのラルティークの方もやらせてもらえないですか、なんか交渉してもらえないとかで言って、で僕はフランス語が喋れないんで、財団の人たちも英語があんま喋れないということを聞いてたんで、じゃあとにかくフランス語で、あのこの京都の便利道具やりたいって言って、いうの趣旨だけ伝えてもらって、ダメだったらもうダメでいいからって言ったら、うん、意外やすんなりいいって出たんですよ。で、なんかあのまあ作品選んでくれれば、とりあえずテストやってもらって、それで良ければやっていいよっていう話。何点ぐらい？6点やりました。6点、うん、使ってる写真はあのやっぱ 50s とかの、いや、古いものだと1920年代のがあって、その頃一般的にカラーってないって言われてるんですけど、オートクロームっていう技術があって、はい、それでラルティーグも撮ってるんですね、うん、でそれで1点選んで、あとは50年代と60年代もうすごくこう、ビビッドなコダックのフィルムっていうかポジフィルムの時代ですけど、ものすごく綺麗なのが、はい、ただしそこにもやっぱしこのラルティーグらしさっていうか、うん、そのすごくファンシーで上流階級で、すごくこう汚れのないようなすごくいい写真ばっかりだったんで、そういうライターのそのこのミュートした色とは全く全然違う、もっとこう逆、髪もものすごく、まあ言い方はベタなんですけど、本当に最高レベルの髪使ったんですよ、うん、あのガンピもすごく 手すきのガンピを使って、でもうとにかく一番いいレベルで一番いいものを作ろうっていうのを工房の人たちにも言って、でそれもやっぱり2ヶ月半ぐらいかかってるんですね、たった6枚。カラープリントの場合、まあ、例えばそうだった場合、何版ぐらい？4から6版ですね。うん、ラルティーグのラルティーグも同じぐらいで、4か5ですね。だから色が足りなければもう1版増やすしって感じ、うん、だから難しいって言えば難しかったですけど、まあでも今ラルティーグの写真もあんまし言いたくないんですけど、デジタルプリントなんで、カラーは。そうですよね、うん、それと比べるとすごいその風まあまあ全然違うものだけど、うん、まあ世界に一つしかないようなタイプっていったら当然デジタルプリントの方じゃなくてプロタイプの方なんで、本人に見てほしかったなっていうのは正直ありますけどね。カールさんの考えとしてはそのプロタイプでやるものって、うんっていうのは、うんそのね、ポジション的にはレプリカなのか、うん、アーカイバルなのか、そう、ここが、ね、悩ましいところなんですよ、ね、僕の気持ちとしてはこう新しいもの、うん、要するに今までの写真になかったようなものを作りたいっていうだけなんだけど、見る人からすると例えば有名な作品上田商事の砂丘とかを やったりすると、あのレプリカが複製になっちゃうわけですよね、やっぱりプロタイプにしただけで。それはアマナのやったプラチナプリントと同じような感じです。まあコンセプト的には同じですよね。長く持って変化しなくて。そうですね、あとはサイズを変えるとか、あとはそのプラチナ独特のその風合いとかっていうのもあるし、もちろんプロタイプも同じで、唯一ちょっと違うの和紙だったりとか、やっぱりその手作業感がどのくらい出るかな。ただし完璧に仕上げればすぐに手作業っていうのは見えなくなるんです、うんうん、手作業感っていうのはちょっと緩めなところが残ってる方が手作業っていうのが見えやすいんです、うんうん、あんましむちゃくちゃ綺麗にすると本当機械でやったように見えちゃうんで、ここが悩ましいところなんです。そうですよね、うんうん、ただしですね、僕もなんかもう1年ぐらいずっと見続けてるんですけど、
あのやっとこのタイプがあどういうものかっていうのが分かってきたので、最初分かんなかったです正直言ってな何がどう面白いのか。あのでも最近その工房のレベルがこの1年でものすごく上がったんですよ技術的な。なんでかって言ったら僕から無理難題いっぱい吹っかけてるからレベルを上げざるを得ないんですよ。これも間違いなくて工房の人もそう思ってるだろうし、最初はもう無理ですみたいな感じで何度か言われたものもあったし、なんかそういうのが何度かこうまあ喧嘩までいかないけど無理って言わなくてももうちょっとやってみてくださいみたいなことを何度か言ってる間に意外やすごいのがちょっと出るわけです。じゃあこのレベルで次から行きましょうみたいな感じるとそうするとまた次の時にこのレベルよりもっと上げましょうかっていう話になってくると、向こうもやっぱしやっぱ職人だからじゃあみたいな感じで受けて立ちますみたいな感じで、それでこの半年でものすごくレベル、特にカラーコロタイプは世界のどこ出しても全然恥ずかしくないレベルまで上がってきたと思いますけどね。ランティーフのはいつ出るんですか？もう出てはいるんですけど、まだ1セットしかできてないんで、まずは正直言うと、さっきも言ったようにちゃんとできる人は2人しかいないので、その2人が今はのうちの1人が、まずソウルライターを 50セット作らなくていけないので、それが1ヶ月かかるんですね、プリントするだけで。まずそれが今年いっぱい続くんで、ラルティーが年明けになります。はい、ただしもうあのすでにパリフォトで売れたので、出荷をしないといけないので、そのボックスのデザインから何からもう一回きれいにし直して、1月の中旬にはちゃんと正式に出そうかなと思ってますけど、ね、じゃあそうそうお茶飲んでいいですか？はい、どうもありがとうございました。それで、これって見せてもらってできますか？これを取ってってことですか？はい、これはか、中島さん、はい、なんかリクエストらしいです。なんか、あ、わかりました。ごめんなさい。そうです、こんにちは。こんにちは。遅れてまいりました。五十嵐と申します。あ、高津です。こんにちは。今年芸大に入って。あ、そうですか。何勉強してるんですか？今、先端技術表現科っていう学科に入って、とりあえず何ですかそれはみたいな。いろんな媒体で、それは絵も写真も映像もパフォーミングアート、今週末までなんですよこれ。先週もすごい人多かったね。すごかったです。毎日すごい人で、うん、ソウルライター見に来てるなっていう人ばっかりでしたね、うん、明らかにここへ直進してるんですけど普段いらっしゃる方と違う感じがしたので、ポスターの方も売れました。結局完売で、あ、そうだ、ルイ・ヴィトンのも連絡がついて、うん、今ちょっと条件とか変わる。あ、なんか彼日本に住んでるみたいよ、あの人。僕がメールフォワードした人、なんだっけ、ビクターじゃん。と思うけど。アンソニーさん。ソウルライターの版は何が、何を元ですか？プリントですか？データ。もうデジタル、あ、だからこれをスキャンしてあるんですね。あ、これをスキャンしたもの。はい。やっぱ50年でもこれっけないんで、35ミリのポジですよ、スライド。やっぱり相当脱色してるよね。これはもうあれですよ、作品にできないレベルのものなんで、こんな裸で出してるけど、いいやつはもちろんいっぱいありますよ。あの、もう一回も開けたこともない、箱に入れたままのやつとか、たくさんある。
小田くんもあんまり脱色しないんだけど、もうほとんどもう、いや、だから管理がめちゃくちゃあったんだろうんですよ、あのアパートだし、ね、猫ちゃんとか見つけられたのです、あの状態のとこにこう入れっぱにしてたからって、そう、でもね、こういうやっぱケースとかやっぱりすごいちゃんとしてるから、それをちゃんと密封しとけば40年、50年経ってて、この辺りの色落ちがなんか結構いい、そうですね、あのね、いくつかその色落ちしてるんですよ、だからそもそもが、もともとが原色だともっとすごいあれなんて、なんか色の落ち加減がいいな、すみません、はい、いいこれだからどっかでスキャンしてやったらそれだけもちろんできますよ、はい、どうしてもっと持って、ここにあるのはないですよね。ないです、ないです。そうですよね。はい。あれさっきの良かったのなんか赤い。この辺じゃない、これ、これ、これ。うん、それです。出ちゃう。チラシが、チラシみんな持って帰るわけじゃないだろうけど、一応450。ダメか。ちょっと暗い。暗いね。暗いね。暗いね。あ、そうだ。じゃあ、暗いね。はい、すいません。はい、ありがとうございます。これいつまで？日曜日までです。日曜日まで。あれですよね、写真学科ってないんですよね。ないです。大体ないですよ。ないんですよ。そう、生誕の学生が撮った時の写真を専門にやる。そうですよね。え、去年のあのロバート・フランク展は行ったんですか？まだ入学してなかったですか？入学してないです。あ、じゃあまだ18、19。今18です。あ、そうそう、去年か。あの、今言った中島さんはそのシュタイデルっていうあの本の日本のディストリビューターなんですよ。ロバート・フランクさんの本を今ほとんど出してるのはそのシュタイデルっていうところ、うん、そのゲルハルト・シュタイデルっていう人が芸大に来て、あの美術館じゃない方のもう一個あれ なんていうところ、あの2階、うん、入り口入ってこっちが、うん、陳列館、そう、そこで展示したんです。ものすごい人来ちゃって、
広すごいすごいいっぱい来たんですよ。ロバート・フランク。あの展示良かったですよね。プリントもすごい良かったし、うん、プリントがやっぱ印刷物安い。ちゃんとしたプリントっていうか写真は来てないんですけど、すべてこのオフセットで。携帯が珍しいんじゃないかな、演出したり写真とか。うん、あんましないですね。あ、ちなみにこれお値段